はい、改めまして、ちょっと機材のトラブルがありましたが、またこれから再開したいと思います。ライブコバ、2時ちょっと過ぎちゃったのかなと思うんですけど、これから始めたいと思います。皆さんよろしくお願いします。ここはですね、燕三条地域の、本庄寺という地域になっております。場所で言うとですね、忠房、私の会社の忠房っていうのがこちらにあります。そしてですね、このあの茶色い建物が忠房の工場、まあ、ちょっと裏手になっているんで分かりにくいんですが、そしてですね、逆の方を振り向いてもらうと、こちらはですね、隔離製作所さんという、そういった、大工道具とかのみとか、あと鰹節削り、そういったものを作っている会社がある場所になっております。まあ、普段でしたら、いろいろ街歩きをするんですけど、ここら辺歩いて行く場所がそんなにないので、今日はですね、田んぼの真ん中、あぜ道を通りながら、今日ご案内する長谷博さんに向かいたいと思います。ここら辺はですね、皆さんこう先ほどからちょっと映像でご案内していたんですけど、新潟といえばお米、田んぼの中にはお米がもうちょっとで、収穫なのかなというふうな感じで、着々と育っております。で、色を見ていただくと、こちら手前の方はちょっと緑なんですけど、ちょっと行くとまた、まあ、こちらの方がもう、黄色くなって、本当にこれからもう収穫を迎えるという、そういう風な形になっております。今年はですね、新潟県、特に三条もそうなんですけど、すごく暑くてですね、8月の初めの頃にもうすでに39度という、その日は日本一の暑さという、そういう日を迎えております。今は、だいぶ涼しくなってですね、もうそろそろ秋かなというふうな感じではあるんですが、新潟県の三条市はですね、去年、9月と10月の最高気温、日本の最高気温を、持っております。それもですね、フェーン現象、台風が来た後にですね、あのフェーン現象というのによく、引っかかってしまうんですけど、そこでまた暑くなってしまうという、我々の工場はですね、まあ、普段でも、まあ、30度以上という、まあ、結構暑い過酷な場所なんですけど、今年は本当に辛かったです。まあ、前半特に皆さん辛くてですね、多分お米も辛かったんじゃないかなと思うんですけど、順調に育っております。それではもうちょっとで見えてきてまいりましたので、長谷博工業さんに、お邪魔したいと思います。ちょっとここあの道が普通の道路なので、ちょっと気をつけて渡りたいと思います。あの今人がいないんですけど、手を挙げて渡っていこうかなと思います。はいはい、大丈夫です。はい、でこちらがですね、長谷博工業さんの会社になっております。いらっしゃいますかね。あ、いらっしゃいました。はい、お待たせいたしました。ちょっとトラベルがあって、はい、はい、ライブ工場、の時間がやってまいりました。燕三条工場の祭典実行委員会のそれです。本日のライブ配信は長谷博工業さんからお送りいたします。長谷博工業さんはオーディオ機器、バックロードホーンスピーカーの開発製造されております。今日はその製造工程を、見せていただきますが、それ以外にも、実はさまざまなアイデアを製品化されておりますので、そちらもご紹介していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。今日、ご案内いただきます社長の、長谷川康江社長と、あと高人専務さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で先にですね、長谷博工業さんって創業何年ぐらいなんですか。71年からです。71年、はい、あの私と同じ年、生まれた年ですか。あれですよね、まあ、うちのそうなんですけど、まあ、先代がいて、はい、2代目で、そうですね、2代目、3代目という、そうです、はい、まあ、うちと一緒なんです、ね、大体まあそういう三条そういう会社が多いですよね。そうですね、うちも創業72年ぐらい。あ、似たようなもんですね。まあまあそれはいいとしてですね、はい、じゃあ早速、はい、工場の方の説明を、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。それではこちらの方お願いします。こちらがですね、スピーカーで使われている材質でして、MDF という材質です。
MDF は、木材を一度粉々にして、固めた合板。合板ですよ、ね。はい、合板です。圧縮合板っていうんですかね。圧縮合板ですね。まあ、日本語で言うと、中密度繊維板。ちょっと難しい言葉になります。まあ、MDF。はい。はい、それでですね、まあ、なぜこれを使ってるか、スピーカーで使ってるかと言いますと、はい、まあ、他の木材に比べて、まあ、圧縮しているので、密になって結構比重が重たいですね。それとあと粉々にしていて、木の節目とかがなく加工しやすいという形で、はいはいはい、まあ、一応こちらの MDF を使っております。で、こちら奥の方に、見えますパネル層っていう機械です。これはまあホームセンターとかのにもあるような機械で、まあ、普通にノコが出てきて切断するっていう形の、だいたいですね、木工屋さんとかに行くとだいたいこれでまず大きな材料を切断するっていう最初の工程のところにあるやつですよね。そうですね、だいたいそのような形だと思います。で、実際この先ほど見てもらった、大きい材料をですね、こちらに立てかけて、一度切ったものを、うん、まあ、だいたい、まあ、今これから加工する形大きさにだいたい切り、はい、取ってですね、この後に、NC ルーターという機械で、はい、切り出していきます。それでは NC ルーターと、はい、お願いします。木工業をやってるにしてはすごく工場が綺麗ですよね。割とまあ綺麗に、勤めてます。はい、それ大事ですよね。これが実際 NC ルーターと言われる機械です。で、刃物が、4本ついていて、1回やると、4枚同じものが作れるような機械です。で、先ほど切った木材に、もう1工程、穴開けをして、この機械で穴開けをして、おります。で、この穴開け何で必要かというと、製品同士の、芯を合わせるためと、あと木材を加工するときにちょっとズレをなくすために一応このような穴の加工をしております。で、こちらが、木型、それぞれの製品によって、木型があるんですけど、ここにピンがあってですね、先ほど言ったようにズレないように、穴に入れるという形です。で、木材はちょっと、鉄と違って固定方法が、吸着で吸い込んでバキューム で、ね、はい、でくっつけますので、シュッと、すいません、このような形で動かないように、はい、もう取れなくなります。で、それではじゃあ実際加工の方やっていきたいと思うんですけど、これあれですよね、本当はこういう風にちゃんとガードをしてるんですけど、今日はこう、今日はライブということで分かりやすいようにということで、あえて、あえて、普段はちゃんとしてます。はい、で、結構ゴミも出るので、はい、じゃあ実際加工します、はい、結構そうですね、多分鉄と違って切り込みがそうですよね、はい、かなり多いと思います。結構音もうるさいんで、はいはいはい、今1本しかついてないんですけど、はいはい、普段は4本で4台ですもんね、まあ、4倍の大きさで4倍普段は、ね、ミニ線をしながら、はい、ミニ線しながらやってます。結構ここの場所に入れないぐらいうるさいので。そうですよね。大体1枚作るのにどれぐらいの時間かかる？それはおよそ、4分ぐらいで終わったと思います。で、まあ、それぞれ種類によって違うんですけど、一番大きいのですと12分ぐらいかかってしまいます。で、大きいんでこのテーブルに乗せられないので、今度は2枚ずつになります。す
ごいすごい煙が煙というかね結構出るんですね。じゃあもうちょっとかかるっていうことで、じゃあ次に、はいはい、まあ、先ほど言ったあの一番大きいタイプ、大きいものですよね、うちのスピーカーの中で一番大きい90センチなんですけど、はい、まあ、これが大体12分ぐらいかかります。で1枚の板から、これを削り出して、はいはい、まあ、一応これが製品になります。でうちはバックロードホーンっていう方式で、うん、ちょっとあの、まあ、カーブが特徴のスピーカーになります。これはちょっと後ほど社長の方から詳しく説明していただきます、はい、なんでこういう形をしているのかっていうのは後のお楽しみででもこれだけ大きいスピーカーが、まあ、作ってるってことですね。そうですね、まあ、だいたいソファーに座ってちょうどいい高さが90センチということで、はい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 、これもまあお客さんとかに言われてちょっとソファーで聞くようなスピーカー欲しいなみたいな形で言われて、あ、まあ、作った製品です。それでいろいろ種類が増えていくと。そうですね、いろいろここにある木型も全部、そうですね、まあ、別の木型だったりするもんね、はい、一部 OEM で違うスピーカーとかも作ってるんですけど、はいはいはい、まあ、一応自社商品は多分ここぐらいは全部、自社で使っているスピーカーだけでこれだけ、他にも、まあ、こっちに立てかけてあるやつもいろいろ、まあ、これだけの木型があるという、はい、それぞれ種類によって、はい、分けております。一番出るサイズって大体どれぐらいなんですかね。一番よく出るサイズ、よく出るタイプはですね、まあ、さっき今作ってるタイプですかね、やってるのとこれの間ぐらいの、あ、高さが60センチぐらい、はいはいはい、あの視聴室がうちあるので、はい、視聴室であのこの後にあの聞いてもらうタイプがその今一番出てる商品になります、はい、じゃあ後ほど、後ほどお楽しみたいということで、すいません後ほどばっかり、はい、まあ、これからねもうあの部品ができていってそれをまあ簡単に組み立てるという作業になりますかね。本当でもあっという間に形ができていくのが、もうそろっとそろっとできますね、だと思います。本当でもあっという間で、そうですね、はい、と普段こんなにゴミないんですけど、はい、ちょっとあの今回見せるという、まあ、こういう形で出来上がる、はい、部品ができていって、でこちら出来上がったものをですね、ここまで来るとあ見たことあるなっていう感じの、そうですねさっき削ってるだけだと、まあ、なかなか分かりづらいですもんね。そうですね、まあ、今回ちょっと、まあ、仮止めという形で、はいはい、ここだけつけて、よいしょ、まあ、このような形で一度、まあ、これは自作キットって言われるものでして、あ、自分で作れるキットもあるんですね、はい、あの自宅でネジ止めだけで作れるキットになってます、はいはいはい、で、まあ、ここにユニットを、はいはいはい、あの自分でつけていただいて、まあ、鳴らしてもらうという感じです、うんうん、でこれでちょっと一応スピーカーの方の加工の方の説明は一度終わりにしてですね、はい、こっちは木材の方で、はい、あちらが、鉄関係の加工なんです。こっちですね、今おばあちゃんがやられてますけど、そうですね、うちの一番、最年長の、最年長おいくつですか。83 すごいですね、元気で工場長やって、あ、80歳の工場長でうちであのやってる、まあ、普段流れてる商品、これも一応自社商品なんですけれども、はい、まあ、万力ですね、
まあ、これなんかいうと、あの図工室、小学校の図工室とかに、はい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 、まあ、木材を挟めて、ノコギリで切るみたいな形の、はい、よくありますよね、はい、な形で、うん、まあ、ここら辺も、まあ、製品で、これは自分の手の力だけでこう穴を開ける、穴を開ける、あ、はい、最近 DIY が流行ってて、そうですよね、はい、なんか女性が、はい、電動がちょっと得意じゃなくて、うん、怖いっていうことで、一応手動で穴を開ける、手動で穴を開けるという、まあ、子供にも安全みたいな、そうですね、まあ、普通のドリルだと、まあ、家にはないですしね、そうですね、なかなか普通の危ないですからね、ないと思いますね、まあ、こんな感じで、まあ、鉄と木工を一緒にやってる工場ってなかなか、まあ、三女つまめでも、いや本当珍しいですよね、はい、ないとは思うので、ね、はい、普通は大体三条だと木工業は木工業で金属加工は金属加工なんですけど、ここは両方一緒に、はい、やって、木工の方もなるべくゴミが出ないようにして、そうですよね、はい、こういう機械にもやっぱり木、ね、あの木の粉とかがくっついてしまったら、ね、まあね、良くないので、そうですよね、まあ、工夫してやっております。それではあの実際にあの音の方、スピーカーの音の方を聞いていただきたいと思うので、はい、お願いいたします。社長の方に、はい、ここでバトンタッチで社長さんに、はい、あ、すいません、じゃあ、 あの、スピーカーの視聴室の方をご案内します。はい、よろしくお願いします。あの視聴室といっても、はい、あの事務所の脇をちょっと利用しただけの、まあ、簡単なあのところですけども、やっぱいろいろ機種揃ってますので、どうぞ。邪魔します。すごいですね。ここにあるのでもごく一部という形になってるわけですよね。今12、3セット、はい、ペアのスピーカーがあります。すべて全部あの今言ったバックロードホーンという方式のスピーカーです、はい、これを特徴としてます。こうやって何が違うんですか、何が違うというか、そうですね、まあ、それぞれまあ大きさとかもあると思うんですけど、じゃあ説明させてもらいますと、はい、一番小さな機種がこれ、いわゆる手のひらサイズのスピーカー、はい、あのこんな小さなスピーカーで、やっぱりバックロード今と同じような、はい、あの本の中構造になってます、小型の割には結構重いですけども、これがあのパソコンとかスマホで鳴らすと、あの机の上でもあの雄大な音楽を楽しむことができます、はい、で一番逆に大きいのがですね、はい、すいません、こちらですね、この191T というタイプで、20センチの口径のユニットを使ってるんですけども、これはもうさすがにもうすごい低音が出て、クラシックのオーケストラでもあのどっぷりと雄大さを楽しむことができるスピーカーです、この、あとその中間の機種があの、まあ、これだけ、まあ、揃ってまして、あのお客さんのお部屋 の大きさとか、それから置くスペース、うん、それから予算はもちろん、あと音ですね、好みの音ということで、の通常ですと結構あの東京から関東から、お客さんに聞きに来られて、ここで 2,3 時間かけて全部の機種をいろいろ聞いてもらって選んでもらうという感じなんですけども、あのただいまもう、コロナでちょっとね開店休業状態でこの部屋はですけども、一番売れ筋って、ちなみに今ね売れて人気があるという意味では、今この 191M か、これ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 で9枚で、あの積層板がで脇に1があるんで、これが1枚 1という数字に見て、1の間に9枚あるから191の M タイプというふうな感じ、の名前間違いないにつけてますけどこれ実はあの、ジャズ、地元のジャズ大好きな人がうちに、頼みに来られて、うん、ジャズ専門のスピーカー作ってほしいということで、はい、このスピーカーユニットと言ってますけど、これを紹介してくれて、これはシンバルとかのすごいいい音が出るスピーカーユニットなんだと、これを鳴らせるのは長谷弘のバックロードしかないということで、ぜひ作ってほしいということで2年がかりに、作ったんですけども、それが運よく発売して、運よくすぐですね、ある
あのオーディオ評論家、オーディオジャズオーディオ評論家、はい、の方がこれちょっと聞いてすぐに気に入ってくれて、はいはい、俺にぜひ作ってほしいということで、納品したら、まあ、評論家なんで あちこち あのオーディオ雑誌、それから、ジャズの本とか、音楽の本とかにいろいろ、新潟のスピーカーはすごいと、ハイハットの音が出ると、シンバルの音が出ると、こんなスピーカー今まで見たことも聞いたこともないということで、はい、すごい褒めてくれまして、それでそのファンの方とか、あのジャズ好きな人が、あのこれ買ってくれて、で大体ジャズ好きな人はこの音を気に入ってくれます、うん、まあ、逆にこちらはクラシック向けとかあるんですけども、今じゃあそこまで言う、うん、そうですね、聞かせてくださいってちょっと思ったんですけど、はいはい、皆さん多分スマホとかあのパソコンで聞かれてますよね、はい、あのでそれでも音が分かるという曲で、サクソフォンが比較的分かりやすいんです、あの伸びやかな抜けるような音が、はい、あのパソコンでも多分分かると思うんですけども、はい、その音楽で聞いてみてもらいます。じゃあ早速、はい、お願いします。今までのライブ工場にはない、あのこうなぜチャンスがみたいなすごいもん、あのこれここで聴いた方がやっぱりいいと思います。多分皆さん、ね、あの僕が喋るのはないんですけども、画像を通じてというか、電波を通じて聴くよりはやっぱりここでこう聴くと、まあ、ここでね、やっぱ本当にいろいろ聴き比べてもらえるとすごくこの良さが伝わるんだろうなと思います。なんか奥深いというかね。そうですね、多分あの見てる方はお前が何語ってんだって言ってると思いますけど、でここすごいやっぱいいですよね、はい、本当にね、あの生の音楽聴いてる方とか楽器演奏される方が一番分かってくるんですよ、うん、これはすごい生だということで、結構プロの方もあの音楽は買ってもらってますけど、そう思いますね、本当ね、だからコロナがなければね、やはりここでしっかりとこう聞いていただいて、はい、聞き比べてこう選んでいただくっていうのがね、はい、いいですよね、はい、はい、で多分ね、皆さん気になってると思うんですけど、はい、そもそもバックロードホーンって何だとか、それをね、こうちょっと社長さんからまず説明していただこうかなと。そうなんですね、はい、すいません、バックロードバックロードばっかり言って説明が後でですね、普通ですね、これスピーカーユニットと言ってますけど、これ磁石でこう振動板を前後に動かしての音を出してるんですけども、このスピーカー、これが震えるんですね、これで金属の音が出るんだから大したもんですよ。これを前からはもちろん音が出るんですけども、裏からも音が出てるんです、うん、でこのまま鳴らすと前と後ろでキャンセルになってしまって、はい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 、大きな音も出ないし低音も出ないと、うん、でだったら後ろの音を箱でくるんで消してしまうと、うん、いうことでボックスができたんですけども、すいません、これがスピーカーを横から割ったあの断面図ですけど、スピーカーユニットから裏から出た音を箱でくるんで、あるいは吸音材いっぱい入れて、中の音を消してるんですね、うん、前だけの音を出してるわけで、これがバスレス方式、一部パイプを入れて共振数のあった定域とかなんかを好みの定域を出すことができると、大体この2種類が大体完成品のスピーカーです。メーカーが作るスピーカー、このどちらかです。でどうしてもやっぱり今言ったように中で音を塞いでるんで音がこもったり箱が鳴ったりするんですけども、バックロードは一般的なバックロードはこれなんですけどね、これも断面図です。箱の中に迷路のようにこう仕切りを作って徐々にこう幅を広げて、いわゆる仮想のラッパーなんですけども、この後ろから出た音を細いところから徐々に太いところに通して、長いホーンでラッパーで、音を増幅して、しかもここから低音が出てくると、うん、小型の割にはなんか低域が出るという感じなんですけどね、それが特徴なんですけど、うん、一つ欠点がこういう直角で回ってるホーンなので、どうしてもここに反射を繰り返すわけです。ここで反射、ここで反射で、中でやっぱりこもった音で低域は出るんですけども、なんか鈍い、
なんか違った音で、バックロードの音嫌いだという方もまた結構いるんですね。でその欠点をあの直そうとちょっと考えてみようということで考えたのが、これなんですね。今言ったあの厚い3センチほどの板を、このホーンの形、ラッパーのカーブの直角ではなく直角に回るんじゃなくてくるくる自然なカーブで計算式にのっとった、はい、二次曲線と言ってますけども、で徐々に広がる方式でここから出た音を徐々に、拡散して拡張強くして、ここから低域が出ると。でここが塞いでないので伸びやかな音が特徴です。はいはい、でこれはスピーカーの理想だと思うんですけども、で今言ったように本当に楽器を弾かれる方とか生音楽を常に聴いてる方は大体この音を分かってくれて、理想である評論家は理想的なバックロードホーンだということで言われてまして、もう作って20何年経つかな、ずっとこればかりで作ってます。ここに行き着くまでってどれぐらいかかったんですか？最初ねコンクリートホーンと今コンクリートで作ってたものがコンクリートですか？今から45年以上前かな、45年ぐらい前にある人の発明で、もっとそっちの方はですね、はいはい、やっぱりこういう、カーブの温度を中に、はい、抜き取る方法を考えて、それでその人のしばらくうちもコンクリートホーンをやってて、はい、それが40年ぐらい前とかなんかになるんですけども、はい、その後結構やっぱり鳴かず飛ばずでコンクリートは重いし、重いですよね、うん、で音もどうしても硬いし、 あまり商品としてはあまりこう売れなかったんですけども、はいはいはい、それと宣伝方法はなくて、広告費そんなにかけれないし、で、ね、はい、でところがインターネットという便利なものができて、はい、ちょうどインターネットができた頃にこのアイデアも出て、これだったらもっと若い人からも買ってもらえるということで、はいはい、インターネットできたところに徐々に売れるようになったというの歴史ですかね。いやでもこの形もやっぱすごく綺麗な形ですよね。そうですね、いろいろ試作品作ったんですけども、行き着いた形が、そうですね、ほとんど無駄なく面積を無駄なく使ってるということで、でこのこちゃこちゃ回ってるところで結構ね低域が増えるみたいなんですよ。カーブの回数を増やしてあげると低域が出るみたい でこれを接着して完成品にしたのがこの辺ですね。ちょっと今、質問というかですね、はいはい、映像からも伝わるいい音生で聞いてみたいと、新潟に住んでるんだったら、うんうん、予約して立ち寄ることは可能でしょうか？そうですね、県内であれば大丈夫ですね。大丈夫だということなので、はい、ぜひ遊びに来ていただきたいと、はい、ご自分の CD 持ってきてもらった方がいい。そうですね、普段聞き慣れた、はい、ということなので、はい、ぜひいらっしゃってください。はい、ぜひ、はい、それではですね、もう一つの長谷博さんといえば、はい、もう越後のエジソン、三条のエジソンが今まで開発してきたいろいろなものを、そうですね、もうお恥ずかしい。いや実は長谷平さんの工場見学だと、この社長の今までのいろんな作ったものっていうのが一番面白いという、そうですね、アンケート工場の祭典でもこのコーナーを作ってすごい好評で、はいはい、一番受けてるような感じなんですけども、そうなんですよね、はい、なので今日もぜひご紹介していただこうかなと、はい、ちょっと順序バラバラですけども、はい、とりあえずこれから紹介します。はい、昔山形工具箱というのを作ってまして、結構いっぱい売れたんですけども、はい、それから工具箱っていうのは今取っ手があって、ここに微錠というのがあって、2個パチパチと外したりしないと開けれない、それから閉めれない。で一時うちの工場でも使ってたんですけど不便でしょうがなくて、これをなんかワンタッチで開く方法がないかということで、この取っ手をポンと前に倒してポッと開くと開くと、でポッとして閉めるともう持ち運びできると。これ普通にいいですよ ねここだいぶ工夫したんですけどね、ここでちょっとバネになって、なんで他のものは違うんですかね、未だにパチンって。そうですね、未だにパチンですよね。これも売れたんですけども、値段的にやっぱり工具箱自体が安くてなかなか合わなくなって、値上げすると売れないしということで、それで途中でもう生産やめてしまったんですね。あ、そうなんですね、はい、
でこれがですね、これは今も売れてるんですけども、はい、あの鉄の台という名前ですね。これあのシンプルな名前ですよね、うん、鉄の台。昔うちのその専務が小学校の頃にミニ四駆が流行って、はいはいはい、もう何十台もミニ四駆作ったんですけどもこういうあのというから一部あのなんかハンマーを使う工程があって、はい、あのギアなんか差し込む芯を差し込む芯にこう取ってその時にあのこたつのテーブルの上で、ね、やろうとしたんですよ、はい、ちょっと待てよこれそんなことすると穴が開くからってあの鉄のなんか片目探すんですけど一般家庭には、はいはい、鉄なかなか意外とないんですよね。そうですよね、うん、プラスチックとか木工ばかりで、それであのそれがちょっと頭の中に入って、はい、しばらくしてからこういうのは思いついて、あの金床というのはあったんだけども今でもありますけども、どっちかというとこう工場工場してるというかあの床の上でなんか作業するような感じなんですけども、文房具感覚でどういうかなテーブルの上でこう金型とこう作業できたら、あ金属加工できたらいいんじゃないかなということで考えたのがあの最初これだったんですけど、裏にスポンジをつけて、そうするとクッションになるし、跳ね返りも少なくなるということでこれを作ったんですよ。シンプルなアイデアですけど、うん、これが意外とこんなのがなかった、いいですよね、なかったんですよ。でうちも調べたけどどこも作ってないということで、作ったらすごい好評でもうずっとロングセラー。これで今何年ぐらい前に開発されたんですか？25年ぐらい前かな、20年以上だと思うんですけどね、ちょっと覚えてないけど、すっごいシンプルですね。まだ大きいのもあるんですけどね。でこれがまあ一つですね。これはまあ一応まあ今ね DIY とかまあそうですけど、そうですね、いろいろ家の中でちょっとこう何か作るとかっていう方も結構多いので、はい、うん、いやこれすごい普通にいいですよ。そうですね、うちの会社でもね結構重宝して使ってますけど、ね、ちょっと買おうかなと思いました、ね、ああぜひ、ね、で、あの次が、はい、これ手回しボール盤というスピーカー、ハンドドリルのこう派生商品ですけども、あるお客さんがDIY でなんかピンバイスですか、指でこう回すようなドリルを売られてるんですけど、それを使って穴を開ける、どうしても折れたりまっすぐに開かないと、はいはいはい、垂直に穴を開ける道具を作ってほしいということで開発したのがこれで、チャックをつけてですね、ここドリルつけて開けたい相手、これワークとして開けたいところにこう合わせて、これをバネになってます。ぐっと締めてこれ止めるとバネが圧着した状態です。これをですね、このままくるくる回すと自動送り、自動で穴が開いていくと、きれいな垂直な穴が開くということで、これがこれもね、うん、ちょっと家で穴開けたいときに、うん、そうですね、これも、まあ、静かな感じでずっと売れてます。で次これがですね、これもいい商品なんだけどもね、時代がちょっと間違ったというか、足踏み糸の小判、ここに足を引っ掛けてですね、地味にすげえいいっすね。こうやると上のこの糸の子の刃が上下するという単純な理由なんですよ。これバネですね、バネで引き上げて、これをですね、今切りますね。多分ね、社長はすげえ上手なんですよ。これカーブも慣れてますよね。これがですね、いいですよ、うん、これもね、もう20年以上前だ、25年から東急ハンズで実演販売すると飛ぶように売れるんですよ。で売れますよね、これ。3、4回ぐらいやったかな、東急ハンズに褒められましてね、すごい、こんな高い商品がこんなに売れるの初めてだと言われて、はいはい、じゃあこれ定番に置きましょうということで、はい、壁に引っ掛けてもらったんですよ。そしたら1台も売れない。やっぱり説明がこうパッケージじゃ分からないということで、やっぱり社長が実演しながら販売しないと、で実演してもなんか弁当も出ないし電車賃も出ないしでなかなかダメなんで、まあ、諦めて廃盤にしたんですけども、はいはい、今だったら YouTube があるん で、 そうなんですよね、今だったら売れると思うんですけども、工場の祭典の時も結構お客さん欲しい欲しい言われて、はいはいはい、今これと2台ぐらいしか残ってないです、はい、で型全部捨ててしまったんですよ、はい、で残念ながらなかなか、まあ、作ってもいいような気がするんだけども、ちょっとまたゼロからだとあれなんで、越後のワトソンあと、あ、いや、
ネーミングセンスが光ってますと。また誰かのためにものを開発する姿勢が素晴らしいです。ありがとうございます。でまだ次さ、じゃあ最後にあと2つありますんで、ちょっと面白いネタが、ね、こっちさせてください。じゃあこれ最後にさ、はい、さっき言われた機種商品、さっき言ったのかな、うち工具なんかの他にまたカラスとかを逃がす、あるいはイノシシとかハクビシンを逃がす道具を作ってまして、これよそのグループで今日開発した商品なんです。これテグスをこう束にしてひねったものなんです。この光を見るとね、なぜかカラスが逃げるんです。でただカラスだけなんですよ。他の鳥、スズメなんかちょっと怖がるけども、カラスはもう極端に怖がって、なぜかわからないのに本当に怖がるんですよ。でカラスなぜ逃げるという名前なんですよ。なんで逃げるかわからんから、なぜ逃げるとカラスなぜ逃げる、このネーミングがいかったみたいで、このパッケージある。で初めはこれ、ただこれの状態で、ここに針金をつけて、土に刺して固定して動くものだったんですけども、どうせやっぱりカラス慣れてくるとやっぱりこう破られたりするんで、ちょっと動いた方がいいだろうということで考えたのが、イボダケの土に刺す尖った方を上にして、これをポンと刺すと、ヤジロベの原理でくるくる回るんですね。風を受けてくるくる回ると。で強風だと早く回る、ある時止まったり突然動いたりするんで、カラスが不審に思って、よりこれ強力にカラスに対して効くんですね。まあ、慣れも防止できますし、これ もう最近のヒット商品です。こちらパッケージです。カラスなぜ逃げる、どこでも取り付けたい。これちょっと違うタイプなんですよね。まあ、ホームセンターとかでもじゃあ、そうですね、はい、ご購入いただけますので、ウェブでもこっちでもいいですし、はい、カラスなぜ逃げる、ネーミングセンスが最後の鳥がですね、これが一番ウケるんですけども、はい、全然工具でもないし、カラス関係でもないんですけども、これも大失敗の商品なんですけども、まだ私が20歳代ぐらいだな、作った商品です。ですね、バックオーライという名前で、商品なんですけど、都会の方の車庫なんて結構ギリギリ狭くて、車がやっと入る状態だと。で、だから奥まで入れないとシャッターも閉まらんということで、多分想像で考えたんですけども、だったら車庫をギリギリに止めれるような道具を作ろうってみようということで考えたのがこれで、車のこの車庫の一番奥の壁の2位の場所に置いていくと、これがちょっとバンパーの上あたりのところにこう高さになるようにこう設定して、こう両面テープとかネジで止めてもらうんですけども、そして車がバックしてくると、ここにぶつかると。でぶつかって、これちょうど巻き尺なんですけど、この原理でこれがどんどん上に上がってきて、でルームミラーを見て止まれという文字が出たらブレーキを踏めばいいと。でギリギリに止めれるということで、考えて、車型出ると自動的に落ちると。でバックすると止まれという文字が出ると。素晴らしい。バックオーライということで作って、これやるときに友達とかもう人がもう失敗するの分かってたみたいで、もう片手はかけんないよとか、いやそんなのタルキでも置いていけばいいじゃないかと、こんなのいらないだろうと言うんだけども、いや都会なんてタルキなんて置かない、やっぱりおしゃれな商品置かんきゃダメだみたいな感じで勝手に思い込んで、もう発明にこうどういうかな、なんか飲み込まれたというか、楽しくてしょうがなかったんですけどね、500台ぐらい作って、半年後ぐらいに500台全部返品しました。大失敗で、ちなみに、まあ、できるだけ金かけないようにということで、これもまたまあこの黄色い玉もプラスチック屋さんにあったような商品なんですけど、これ売ってもらってやったんですけど、最後もう何千個も余ってしょうがなくて、うちのここの道のどこに段ボール2個ぐらいにこれ山ほど入れてですね、で自由にお持ちくださいと書いたら、なぜか子供たちがビニール袋持ってきて、どんどん詰めて帰ってくるんですよ、はいはい、何使うのかなと思ったら、ちょうどその頃任天堂の野球のこう投げる、なんか自動で投げるありましたね、なんていう名前かな、それが流行ってた時期で、それと球の大きさがちょうどいいかったらしくて、それでそれ子供たちが持ってって遊ぶんだけども、うちの会社の上からこう外を見たら、草むらに黄色い玉が山ほどあちこちに散乱している状態がありました。もう本当にこの巻き尺もだいぶ捨てましたけども、
これがもう本当にお笑いの種みたいになってますけど、だいぶ損しましたけどね。まだ他にもあるんですけどね、あれで、でこれからもなんかこれもそうだったけど、もう考えてる時が本当に楽しくてしょうがなくて、そうですね、うん、試作してるとこが一番楽しい、これも本当に楽しかったですで、まあ、これからも、まあ、失敗も、ね、いろいろあると思いますけど、なんかいろいろ開発していこうと思っています、はい、なんかお話を聞いたらね、まだ実はネタをいろいろ持ってるということだったんですけど、多分息子さんが止めてるんじゃないかなといろいろ思いながらそうなんです、だいぶ 2,3 点止められるいや今日はですね、本当に楽しいお話と、はい、ありがとうございました、はい、まあ、時間もそろそろ、来てしまいましたんで、はい、本日のラブコーバーはここで終了したいと思います。次回の配信はですね、9月27日の予定になっております。これまでのライブ配信はですね、コーバーの祭典公式 YouTube から、視聴もできますので、そちらをぜひご覧いただければと思います。合わせてチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、本日は、すごい楽しいお話ありがとうございました、はいはい、ぜひまた、はい、いろんなものを開発していただきたいと思いますね、はい、よろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございました、はい、それでは皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございました、バイバイ。